ビアンカ・オーバースタディは、筒井康隆のライトノベル作品である。人間の生死の観察を望むハーフの美少女、ビアンカ・北町が、千原信忠の蘇生を知り、彼の計画に協力する様を描いた、ライトノベル作品。2008年8月8日発売の講談社の文芸誌、ファウストボリューム9で発表された。単行本は、星会社フィクションズから2012年8月17日に、 発売され、保守会社のウェブサイト最前線では、第一章と後書きが無料公開された。後、2016年5月25日に、角川文庫で発売。作者であるつついは、後書きの中で、通常のラノベとして読むだけでなく、メタ的な読み方もできると述べている。4gamer.net の柿崎健と、エキサイトの卵孫はいずれも、帯には、 それは2010年代の時をかける少女とあるが、爽やかなラベンダーの匂いではなく栗の花の匂いがすると評した。書きは、どこか騎士感のあるキャラクターや設定を取り入れつつも、それを逸脱させて、他では目にできない作品に仕上げるという、パロディを多用する筒井ならではの技が光りつつも、終盤では未来の視点から、現代文明や社会情勢への批判を込めるという、 通常のライトノベルらしいオチにしていると評した。卵孫は作品全体の視野の広さやキャラクターついても評価しており、例えば潮崎はビアンカと共に行動しているため努力を重ねて変化するヘタレ系主人公に見えてそうではないキャラクターになっており、卵孫はライトノベル風にしたライトノベルの読者の引誘ではないかと見ている。また、ロッサは 可愛らしい女子中学生であること以外の情報が意図的に描かれておらず、さらわれる場面があっても眠ったまま服を着させられ、さらった者はそれを眺めながら、G をするという内容になっており、毒気とトゲを抜き二次元化させた美少女像の異名ではないかと卵孫は見ている。筒井はビアンカオーバースタディの後書きにて、この作品も続編を書きたいところだが、 あいにくわしはもう77歳でこれを記事というのだが、喜ばしくないことにはもう根気がなくなってきている。ビアンカ・オーバーステップというタイトルのアイディアがあるから、誰か続編を書いてはくれまいかと述べている。この記述に影響を受けた、新人作家のつつきとうは、つつに許可を得ずに、本作の続編、ビアンカ・オーバーステップ、神の世界につきはない、を執筆し、 第18回正解者フィクションズ新人賞に応募。選考担当の編集者陣による、座談会でも、今回の大本命と評され、選考の結果受賞が決定したものの、筒井本人の許可が得られなければ出版しないこととなった。その後筒井が許可を出したことで、正式な続編、ビアンカオーバーステップとして出版された。ありがとうございます。